私の方こそごめんなさい。で、プロデューサー、こんなところで会うなんて偶然だね。何してたの？うん、私はね、助っ人に呼ばれてこれから行くところ。うわあ、そうだった、このままじゃ地獄しちゃう、私行かなくちゃ。じゃあね、プロデューサー。こっちこっち、パスパス、行くよー。試合中にプロデューサーが見えたから、終わったら絶対に話しかけようって思ってたんだ。お昼休みなのに見に来てくれたんだよね、ありがとう。そうかな、そうかな。だってみんなと体を動かせるとすっ、楽しいもん。それに今日はプロデューサーも見ててくれてたしね。そうだ、今度は事務所のみんなも見に来てくれないかな。本当？じゃあじゃあ今度の水泳大会がいいかな。それとも次の週にあるバスケの練習試合がいいかな。あ、でも陸上の試合も見に来てくれると。そっか、そうだよね、みんなもお仕事あるもんね。いいの？あ、でもプロデューサーも忙しいし。本当に？やったー！じゃあ今度の試合見に来てくれたら嬉しいな。プロデューサーが来るなら楽しんでもらわなきゃだよね。私いつもより頑張るから。うん、うんうん。そうだよね。うん、じゃあまたね。はい、もしもし。ああ、やっほー。うんうん、そうだったんだ。じゃあまた今度ね。うん、あー、ごめん、もしかしてうるさかったかな。そうかな。そんなこと考えたこともなかったよ。友達と話すのすっ、楽しいよ。その日あった面白いこととか聞いたりね、私も元気をもらってるんだ。プロデューサーはいっぱい電話が来ると休めないの？才能か、そうかな。あ、でもね、いっぱい電話ができるのは嬉しいんだけど、困ったこともあって。うん、携帯の電池が切れちゃうこともあるんだよね。そうするとプロデューサーとも連絡できなくなっちゃうでしょ。だからいつも電池を気にしながら電話をしてるんだ。私も本当はそうしたいんだけど、お仕事もあるし
友達も予定があるからなかなかうまくいかないんだ。本当に？うわーい！プロデューサーありがとう。私もお仕事をしっかりこなしていっぱい時間を作れるようにするよ。うん。でもお仕事もちゃんとしたいからいっぱい取ってきてね。確かに。そっか、それ名案だよプロデューサー。じゃあプロデューサーがずーっと隣にいてくれたら友達といっぱい電話できるね。プロデューサーが受信機だったら私ずっと持ち歩いちゃうな。プロデューサーありがとう。もしもし。そっか、そういう方法もあるよね。あ、でも私あんまり夜遅くまで起きてられないんだった。でもプロデューサーの言う通り、昼はアイドルのお仕事を頑張らなきゃだよね。なんとか家で連絡を済ませるようにしてみるよ。そっか、そうすればお仕事も友達との電話もたくさんできるよね。よーし、じゃあ昼はバリバリお仕事して家で友達と話そうっと。はあ、プロデューサー、実はね、学校の友達が喧嘩しちゃったんだ。二人ともすっごく仲が良かったのに。だってきっと本当は仲直りしたいと思うんだ。そう思うと悲しくなっちゃって。変な意地を張っててどうしようもないって感じなんだ。私は早くお互い謝った方がいいって思うんだけど。でもこれは二人の問題だから、私が首を突っ込んで迷惑かけちゃうのも嫌なの。こういう時どうすればいいのかな。でもそれだけでいいのかな。プロデューサー、そうだね、信じることも大切だよね。どうなっちゃうのかわからないのは怖いけど、でも私プロデューサーの言葉を信じてみるよ。二人ともちゃんと仲直りしてくれるといいな。でも大丈夫だよね、きっと。だって友達だもん。プロデューサー、もし喧嘩が続いちゃったらまた相談に乗ってくれる？頼りにしてるからね。私から？でもおせっかいだって嫌がられないかな。そっか、そうだよね。プロデューサーに相談してよかったよ。私二人がまた仲良くなるために一番いいと思うことをやってみる。ありがとうプロデューサー、頑張ってみるね。
強行突破？でも私が余計なことをしてもっと仲が悪くなっちゃったら。そうだね、プロデューサー、私ちょっと怖がってたのかも。二人の仲が変にこじれちゃったらどうしようって。でも仲良くなってほしいなら自分から話さなくちゃだよね。プロデューサー、私やってみるよ。二人のために私ができることを。私のことをちょっと勘違いしてるんだと思うの。うん、私はプロデューサーが思ってるよりずっと臆病で、この間の喧嘩のことも自分だけじゃ踏み出せずにいたと思うんだ。でもプロデューサーが話を聞いてくれたから勇気が出たんだよ。プロデューサーって不思議だよね。いっつも優しくて話しやすいし、友達みたいに思うこともあるんだけど。あ、ごめんね、悪い意味じゃないんだよ。私が迷ったり困ったりしてる時にはいつも隣にいてくれるの。そして勇気が出る言葉をくれる。先生みたいなのに友達みたいで。こういうのってなんて言ったらいいのかな。とにかく、私にとってプロデューサーは特別な存在なんだよ。それだけ？じゃあ、私の方が絶対プロデューサーを特別に思ってるよ。そんなことあるよ。じゃあ、わかった。これからも私のことを大事にしてね、プロデューサー。プロデューサー、そっか、プロデューサーはプロデューサーだったんだ。先生でも友達でもなくて、プロデューサーはプロデューサーなんだ。ううん、なんでもないよ。これからもよろしくね、私のプロデューサー。どういうこと？プロデューサーの言ってることはよくわからないけど、でも私簡単に言ったりはしてないよ。だってプロデューサーだから言ったんだもん。だからこれからも私の特別でいてくれたらいいな。いろんなお仕事ができてすっごく楽しいよ。え？じゃあちょっとプロデューサーに聞いてほしいことがあるんだ。あのね、プロデューサーも見に来てくれたバレエの試合の時のことなんだけど。それでね、それでね、
学校で友達と話してたら休み時間が終わりそうになっちゃってね。あと事務所で聞いた話なんだけど、こないだのお仕事で会った友達から聞いた話だと、すっごく足が速いアイドルがいるらしくて、それでね。え？どうしたの？プロデューサー。あー、そっか、ごめんね。プロデューサーと話してるのが楽しくて。それはもちろんだよ。全力で応援してくれるみんなには私も全力で応えなきゃ。大好きなみんなのためにこれからもアイドルを全力で頑張るんだね。プロデューサー、私がアイドルを頑張れるのもプロデューサーがいてくれるからなのよ。だからね、これからもずーっと私のそばにいてほしいな。それじゃあ、指切りげんまんだよ。指切りげんまん、嘘ついたら針千本のます。指切った。この先のプロデューサーの予定、これでゲットしちゃった。